はい、こんにちは。ちいまさるでございます。今日は怖い話0001というねフリーゲーム実況していきたいと思います。なんかちょっと音がなくて怖いんですけど、やっていきます。3分で怖がらせますみたいな、なんかタイトルだったんでね、これが7月31日に更新されたね新作らしいので、とっても楽しみです。まあ夏といえばホラーですからね、やっていきましょう。これは友達の友達から聞いた話なんだけどね、まあこういう話ねありますよね。おお、経験のあるところに A さんという人がいたんだって。とても美人でモデルをやってるらしいよ。経験、神奈川県かな、だったらまだいいけど、なんかもっと田舎だったらモデルするの大変そう。それでね、とある日 A さんは、撮影の仕事を終えて家に戻ったんだけど、なぜだか胸騒ぎがしたんだって。よくあることなのかな。それで家の中を調べてみると、え、そういう系。ちょっとじいさん、基本的にこう怖い話とか結構ホラーとか好きなんですけど、人間がね怖いですよね。携帯電話の充電器がやけに大きくなっていたなんて、盗聴器もしかしてって思って探偵さんを呼んで調べてもらったなんて。そうしたらやっぱり充電器に盗聴器が仕込まれてたんだって。やばいよね。それでね、せっかくだしってことで家の中を全部すべて調べてもらうことしたんだって。うわうわ、怖い怖い怖い。そうしたら1800個、ワンルーム20平米メートルの部屋から1800個の盗聴器が見つかったんだって。ワンルームだよ。怖っ。 A さんはすぐに引っ越したんだって。いやそりゃそうだよ。それからどうなったかは知らない。部屋の異変に気づいたらすぐ調べた方がいいね。これでおしまい。話面白かった？怖い話を仕入れたらまた話してあげるね。それじゃあね。おお、ふわふわしつさん、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。勝手にこのねタイトルからね、なんかこう能面がね、なんか昔々的な話をね想像してたんですけど、まさかのね盗聴器1800個っていうね人為的な怖さでしたね。なんかホラー映画とかもそうですけど、お化けも怖いけど、人間がね狂っちゃったとか、なんか実はね友達がストーカーだったとかの方がすごい怖く感じるの、なんでなんですかね。やっぱ実際に起きそうだからですかね。というわけでね、なんか思ったよりめっちゃ短くて、あとでも制作者さんの言う通り3分でね、終わりましたこのゲーム。すごいなー。というわけでね、今回この実況これで終わりにしたいと思います。まあ0001ってつけてるからにはね、0002とかね、1800個とか作る予定なんでしょうね。とっても楽しみにしてます。それでは、またね次のフリーゲーム、実況でお会いしましょう。なんか最近配信ばっかりでね、あまり全然フリーゲームできなかったんで、またたくさんやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではまた次のフリーゲームでお会いしましょう。バイバーイ。